こんにちは、明け方クオリティです。今回は先日リリースされた Android 12についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。 Google Pixel スマートフォンに向けて先行リリースされた次期 Android OS Android 12、なんと私が使用している Pixel 3 にもアップデートの通知が来ました。多分これがPixel 3 に来る最後のアップデートだと思い、嬉しくもあり少し悲しい複雑な気持ちで早速アップデートをしてみました。それはアップデート後に変更された点を確認するため、設定を見ている時に起きました。少しの違和感と頭痛、吐き気、なんじゃこりゃ。正直30秒も画面を見ていられませんでした。この嫌な違和感と頭痛、吐き気、私は身に覚えがありました。それは 3D 酔い。すぐにスマホの操作をやめ PC で原因を探しました。この 3D 酔いの原因は Android 12のストレッチオーバースクロールというアニメーション効果によるものでした。このように画面をスクロールしたとき、画面の上限と下限でグニョンと伸びます。本当に無理です。 Google さん、なんとかしてください。これは画面の端まで来たことを知らせるための機能のようです。このストレッチオーバースクロールの機能だけをオフにする設定は今のところ見当たりません。ですので他のアニメーションも機能しなくなってしまいますが、アニメーション効果を無効化という設定をオンにすることでストレッチオーバースクロールをオフにすることができます。アニメーション効果を無効化する方法は、設定からユーザー補助、テキストと表示を押し、アニメーション効果を無効化をオンにします。アニメーション効果を無効化は操作に少々違和感がありますが、 3D 酔いはなくなりました。とりあえずこれで一安心です。 Android 12にアップデートされて、メタリアル U によりアプリのアイコンやメニュー、ウィンドウのデザイン、レイアウトが一新されました。その他にもロック画面の時計がでっかくなったとか、新しいプライバシーコントロールを追加したとか、通知パネル、クイック設定パネルのデザインが変わったりと、まだ紹介していない変更や新しい機能もありますが、私はストレッチオーバースクロールで疲れてしまいました。このストレッチオーバースクロール単体の機能をオフに設定することができるようにしてほしいです。本当にガチでマジで Google さん、よろしくお願いします。私のようにゲームで酔ってしまうという方は、 Android 12にアップデートをしたら速攻でアニメーション効果を無効化をオンにすることをお勧めします。他にも微妙な点はありますが、それはまた今度。ご視聴ありがとうございます。